はい、みなさん、こんにちは、ティーロックスのとしです。いつもありがとうございます。えー、っとね、今回のテーマは。えー、っと、若者の曲を。いい大人がやると、いまいちなのはなぜか。という、えー。とんでもない、あの、お題になっておりますね。まあ、いまいちで決めつけちゃってるのが、もうね、喧嘩売ってるのがって話なんで。あの。<laughs> すいませんね、あの、個人的な。あの、意見には個人差がありますっていうね。 なんですがあのもちろんねそのすごくねうまい方もいっぱいいるからいい大人がっていうのもちょっとざっくり言っちゃってるんだけれども本当にねそうですねまあ20代ぐらいの音楽 <laughs> あのやっぱり若者の音楽音楽もやっぱりあるじゃないですか世代がががどうしたって世代があるるんですよねでねあの僕がよね僕く感じるのが。 結構あの若者のね世代の音楽をやっぱり40代50代60代ぐらいの方が歌う時ってたまに見受けられるんですよ。でねうんすっごいいいなって思うことはね少ないんですよどうしてもうんやばいなどうしても。で僕も実はその歌をうまくないけども歌うんですがステージで演奏するんですが。 あのー、今流行ってる若者の曲ね今流行ってるやつだよ今流行ってる若者の曲は絶対歌わないと思いますまずほとんど一回も歌ったことないと思うんだよねやっぱりねいやまあ歌いたくないからなんだけど単純に別に感動感動する曲がそれほどないんであこんなこと言っちゃあれなんだけど、うん、歌いたいって思う曲といい曲だなって思う曲がやっぱり別だよねなのでやっぱり自分が歌いたい再現したいっていう曲は自分が若い頃に聴いて あの衝撃を受けたというかいいなと思った曲をやっぱりステージでやりたくなるから自分がやる曲ってほとんどが70年代の曲になっちゃうんでだからあのそうそう自分はそうなのよだからね本当にね自分の歳で50代ね60代になった,なった人がやっぱり20代ぐらい今の今のね今の現代の若者の曲を歌,う歌ってるのを聞くとけっなんかね に <laughs> さっきから同じこと言ってるなあの感じてしまう。なぜかというとなんですが考えたので何でなろうかと決して下手じゃない下手とかじゃないんですよ。技術例えば演奏も、まあ、今の曲って、ね、ちょっと昔よりや,やっぱりそれはもう複雑,複雑になってて演奏も難しい歌うのもちょっと難しかったりするっていうのは確かにあると思うんですよ。でそれが例えばあの 全然再現できてないんだったらそれはもうそれでその場であの年寄りじゃないやあの年配の人がやろうと若者がやろうとそれが再現できてないんだったら全然まず技術が駄目じゃんっていう話で分かるんだけどちゃんと再現してるのになぜかいまいちに聞こえるというのはなぜなんだろうなんかしっくりこないのはなぜなんだろうって思ってたんですが、うん、あのやっぱりね まずねちょっと2つ2つほどあるかなと思うんですが一つはやっぱり歌詞の内容でしょう。うん、そりゃさ20代のさ今の現代の子が言っていることをいい年した人が歌えばそりゃ違和感あるでしょうって感じはしますよねね、うん、なんだろう、ね、その詞の内容がね。 うんとこう非常に若者の今の若者の,の世界って絶対あるわけだからそれいつの時代でもあるでしょそれをそれだからねそれをね今のねあの大人が歌ったらそれは違和感あるでしょちょっと変だなって感じになるねそこはまあしょうがないわ歌詞だから。でねもう一個なんですがあのやっぱりねリズムですね リズムが非常に今の方がやっぱり複雑にはなってきているうんなってきているでそれを一生懸命再現してするんだがなんか今一つリズムに乗り切れてないになっちゃうのかなって思うのとあとねあの一番違うのはラップだねラップ正直言っちゃうとね 50代60代の人のね若い頃ラップないから <laughs> うんあのー、な,なかったことはないけどもラップ文化っていうのはなかったからやっぱりねラップが入ってくるとね途端にねやっぱり今,今ね今現代だと非常に今風なアレンジになるわけじゃないですかラップが入ってくるっていうのはね それを、ね、50代60代の人がやるとね非常にね難しいと思うなんか違和感があるうまくやったとしても違和感があるんだで大体うまくできてないしね俺も歌えないもんラップとかそれから今の若い人の曲でいつもびっくりするのがとにかく速いもう歌詞も速いし詰め込んでるし。 歌詞がもう聞き取れないし、早いし、展開も早いし、展開もいっぱいあるし、まあそこ、展開いっぱいあるとか演算が難しい方はまだ頑張ればなんとかなるけど、早いってのはね、あれなんだな、もう本当にね、あのー、パソコンの演算処理の違いぐらいな感じがする。早いってのはもうどうしようもない。訓練ではなんと。 なならない部分があるんで正直言っちゃうとでそれがラップなんかだと特にこう早くしてポーポーって言わなきゃいけないでしょ軽くポンポンポンって言わなきゃいけない。だけどねあの年取ってくるとね,それね年取ってくると言いたくないんだけどだんだんすごい難しいんですよできなくなってくるんですよで。それを無理してやろうとするから非常にできてないのね結局のところ全然自分のものになってないののの自分のもになななってないしなんかその。 あれがが違違ううししねね雰囲気が違うし、ね、合ってないんだよつまり合ってないんだよね全然合ってないっていうことになるので、うん、なので、あのー、正直言っちゃうと若者の曲を今この曲が流行ってるからやりたいって思う方いっぱいいるんですけれども、あのー、正直に僕の考えを言ってしまえばやんない方がいいと思います。 まあいやだから僕何言わせにも,もちろん言わないですよ一言も言わないけれどもここ,ここで自分の,こあの考えを述べてますがなかなかうまくねあの再現がねできないんでいやそんなことないって多分思う方はやればいいんだけれども、うん、僕が見た中では今,の今までの中であの 本当にラップが入っているような曲をね、やっぱりやってたりするとねあと歌詞も含めその青春ソングだろうそれってそれを今やってあのその年の人がやってどうなのっていうの,、ね、あの女性だったら会いたくて会いたくて震えるっていうのをやっぱりいい年の人が言ってどうなんのって話にもなるしあの悪そうなやつは大体友達って言ってもね どううなののって何でしょうかしらの世界がだよまあそれ自体ももう古いけどそういうあのですねあのなんかセンスの部分ですかね世代によるもうどうしてもない部分技術とか技術うんぬんとかじゃなくて高い声が出るとか高い声が出ないとかそういう部分じゃなくてですねそういうところでやっぱりどうしても合わないかなってもあのすごく昔の話だけど織田和正がオートマチック歌ったでしょ「宇多田ヒカル」の。 これ随分昔だけどで非常にうまくやってたしね織、ね、田和正だからさすがにさすがに歌いこなせるわけよ。なんだけどあのそれでもやっぱりちょっと違和感はあったよねあった。うん、で僕も「宇多田ヒカル」っていうのが出てきてあの初めそれ聞いた時に本当にすごい衝撃受けて初めてこれ初めて聴く音楽だなって思ったからね思ったんですよ。うん すごいなって思ってて思今聴いたら、まあ、今でもいい曲だけれどもあの今はもう新鮮味はないけどあの時はすごい新鮮味があったこんな曲聴いたことないなって本当に正直思ったでそのぐらいしかも優れてたからね優れてたんで曲自体が楽曲自体が優れてたんですごいびっくりしたで小田和正さんもきっとそう思ったと思うんで挑戦した,したのね何年か後にねうん。 あのちょっっと違和感あったで小田和正さんもその時言ってたのが「なんて早口なんだよ」って言ってたのねこの曲ってで今聴いたら、ね、オートマチックでそんな早口じゃないんだよねだけどでも当時はね早口に聞こえたらすごく文節もおかしいしね結構めちゃくちゃ自由なところであの単語がぶっあの切れていくからねぶった切っていくからちょっと不思議に感じたけどもし,しかもね早く感じたでも今聴いたらそんな早く感じないんだけれどもこうやって音楽って進化していくんだけれども それはいいんだけどやっぱり世代が違うとちょっと違和感があるので、うん、あの絶対やっちゃいけないとか全く思わないし挑戦した方がまあまあいいとは思うけどただかっこよくあの世代が違うのをやるのはやっぱ難しいなっていうのはすごく感じた逆逆もあるかもしれない逆もああるるかしないんだ結構若い子が古い曲をやるんだけどやっぱりしっくりこないんだよね。 あと難しいのがね若い人があの往年の名曲をや,るやったりするんだけれどもあのその若い子たちは初めて一生懸命覚えた曲なんでちょっとずつこの言い回しとかが違ったりするじゃない、ね、メロディーラインとかもかあの覚えたんだけど覚えきれなくて違ったりするじゃないそうするともうこっち頭にこびりついてる名曲だからちげえよってなっちゃうからそこも そこもちゃん,ちゃんとあんだけ大ヒットした曲なんだからちゃんと再生しろよって思われちゃうかもしれないんでそこも難しいんですよ。うん、ね今だったらね若い子が「じゃあナゴリンク歌います」なんつってやってでももうあれは今若い人が見てくれてるかどうかわからないけれどもやっぱり40代50代ぐらいの人にとってはもう大ヒットした曲なんで、ま、た真ん中にこりいちゃってるわけだからあれを違うふうにちあの間違って覚えて歌えられちゃうと。 イラッとくるからそういういの絶対あるんですよ、ね、あの僕だってやっぱりうろ覚えで今70代80代の人が大ヒットしたこの曲をうろ覚えで歌っちゃってちょっと違っちゃったらやっぱり70代80代の人はきっとイラッとすするんですよそういうのもきっとあると思うので難しいなってねその辺はちょっと思うんですけれどもね。 いや決して悪いことだとは全然思わないしいいと思うんですが難しいなってすごく思います。で特に我々世代が若い子の曲を歌うのはこんな難しいのかって俺は思うしラップなんて絶対もう再現できないしあのかっこよく絶対歌えないっていう自信があるからもう絶対歌いません若い子の曲は。ゆずとか歌いません。だいいたの歌詞をね 50代60代の人が歌ったらおかしいだろうと思うんだけどゆず、まあ、も大変だけどねゆず自体と年取っていくんだからね大変だけどねいつまでもね自転車のブレーキに、ね、握りしめてるわけにもいかないっていうのもあるかもしれないんだけどもねまあでもそれは自分たちのね作った曲だからねそこはまあ自分ゆず自体は多分あれですねおかしあの 不自然にはなっていかないんだけれどもそれをやっぱり50代60代にしたこだったらちょっと不自然かなって思いますね自転車乗れねえだろだいたって思いますからね <laughs> 電動自転車じゃねえかって電動自転車のねブレーキ握りしめになっちゃうからね後ろにばあさん乗せてねみたいになっちゃうからねまあそんな感じでそうですねあの大丈夫でしたかね今回の動 <laughs> 画 <laughs> <laughs> という感じでまあこんなお話もしていきたいと思いますのでねぜひよかったらチャンネル登録していただければと思いますはいすいません長々ありがとうございました